タレントの薬丸裕秀54が24日自身のブログを更新。昨日23日に新型コロナウイルスによる肺炎のため63歳で亡くなり、この日荼毘に付された女優でタレントの岡江久美子さんへの思いを改めて綴った。薬丸はさよならは言わないと題し、青空に雲がたなびく写真をアップ。4月24日、某時刻流れる雲、爽やかなそよ風。礼服に着替え、空を見上げて手を合わせ、今の自分の思いをすべて伝えましたと、TBS 系朝の生活情報番組、バナマルマーケットで、約17年間共演した、岡江さんに、心を馳せた。しかし、今もなお岡江さんの死去が、信じられないため、岡江さんにさよならは言わない。と悲痛な胸の内を明かした。薬丸は23日自身のインスタグラムを更新。薬丸は突然かつ衝撃のニュースに震えが止まりませんでした。信じられないし信じたくない。花丸マーケットでお世話になって17年間、芸能生活38年の中で一番長く一緒にお仕事をさせていただき、プライベートでも仲良くさせていただきましたなどと率直な思いを綴っていた。